何用で参った？志村様から酒を届けるよう頼まれましてね。皆さんへのご褒美だとか。捕虜の番をしておるのだ。ここから出られるわけないでしょう。グズグズしてたらお仲間に飲み干されたりして。そういえば島に着いてから水しか飲んでおらんな。ならば酒がしみるでしょうね。ケンジ、何をしておる？見ればわかるでしょう。逃げましょう。逃げれば民を束ねることはできなくなる。叔父上も失望される。ここに残れば本土へ送られ裁きにかけられます。その下旨が届いたんですよ。柱にはあなたしかいないんです。ユナにもあなたしか。無事か？あなたの太刀を持って雪の中ハーンを追っとります。クロードを待ってるんですよ。お許しを、おじゅう。雅子殿、ノリオ、石川先生と大見村へ行け。俺とユナで道を開いておこう。ユナは金で、あなたを待つと言ってました。ご神木のそば。馬もお戻りを待ってますよ。門の近くに抜け穴があるそうです。そこから出られます。物見の気をそらしましょう。でもあなたが逃げたら足も逃げます。よく来てくれたな。飲んでやらせます。酔ったせいか、焼けたムクロの匂いがしなくなったな。クロード様とやらのおかげで島はムクロの山でもないから。誇りのない犬め、武士の名俺とはまさにこのことよ。さあさあ、じゃんじゃん。もうこのうちにはいかぬ。クロードのおかげでしばらく終わりそうもない。ノブ、酒井殿が逃げたぞ。水にまで探すのか。逃がすな。我らも探しましょうか。
時が来た。守りきれず進まなかった。神木で待っておると聞いたが、武具はない。身を潜めて進もう。大風が来そうだ。早くユナを見つけよう。風が来そうだ。ユナはおらぬな。だがこの者ら。
ひとところに集められたのか。血だ。傷はないが。死んだ。口の周りに血が。この匂い、トリカブトだ。猛虎も毒の作り方を学んだ。これが因果応報か。ムーコス、ダルタルネイ。吹雪に紛れれば。うわあ、あ、動きな、このダメ馬。その声、ユナ、お主か。目を覚まさないかと思った。生きておるとは。もうこの毒矢を食らってしまった。誰が教えたの。わからねえ。だが作り方を知られたようだ。奴ら金の連中で試したんだ。あの村が焼かれる前、血だまりの中で死んでる家族を見た。始末をつける手は一つ。ハーンを撃つことだ。あいつは海岸の砦に兵を集めてる。泉の港だ。その近くに野営を敷きたい。調べてみるよ。兵具はつづらの中。支度ができたら櫓に来て。ユナと話そう。
いい隠れ家を見つけた。櫓から山の方を見て。隠れが山の近くか。城覚寺の仏塔、寺は壁に囲まれ、その上ハーンの砦にも近いな。そうことは優しくないよ。今は猛虎のものだ。取り返せばよい。馬屋に行こうか。馬はどうしたの？逃亡の折、追っ手の矢を受けてノブは死んだ。気の毒に。今は新しい子で我慢して。あれは金の民か。さあね、今はルミンだらけだから。叔父上と共に猛虎を追い詰めておれば。なんであの時降伏したの？お主を凶賊として差し出すことなどできなかった。もう憎まれてるけどね。叔父上が俺を守ろうとしたのは将軍様への義を果たすため。降伏したのはお主にハーンを追わせるためだ。なんであろうと志村様はバカだ。家督を継がせたいという思いを打ち壊してしまった。正しきをなすためだろう。吉と出るかはまだわからぬがな。あんたに救われた人に言える？もしハーンを殺して猛虎を追い返したら、志村様は許してくれると思う？叔父上の許しは無用だ。あなたこと悔やんでない。いずれにせよ、許されたとて俺は変わらん。私のせいだと思われてる。選んだのは俺だ。いかなる始末になろうとも悔いはない。謀反人の烙印を押されても。城覚寺は近いぞ。湖に宿営がある。そこから寺の様子がわかるよ。馬を降りろ。歩いて行く。ここの森深いね。隠れやすい。我々にも猛虎にもな。寺に近づくには開けた地を越えていかなきゃ。または湖か。捕虜がおるぞ。あれじゃ凍え死ぬ。助けよう。まず宿営、次に寺を制す。のろし筒。あれで敵襲を知らせるのか。
おい、アルボ。ゆえ。よしべしけしめちすいま。Tent negum ben. Hm?動けるな。すべて助けたね。寺はここより守りが固い。焦りは禁物。じゃあ物見と行こうか。物見屋
の旧兵。見つかったら狙い撃たれる。ならば誘い出せばよい。え？のろし術を打ち上げ、おびき寄せて一網打尽にする。火薬の樽があるぞ。使わせてもらおう。待っておれ、のろしをあげる。これで気を引ける。では戻る。あいつら、檻の上に。始末。行くよ。隊長と歩兵か。蝶を殺せば兵は散る。エレノデンちゃんまでうるせえ。
片付いた。もう安全だ。下人として死ぬかと思いました。もう終わったぞ。猛虎もいないし、壁も頑丈。ここなら安全だ。ジン、志村様のこと気になる？俺が望んだことだ。ハーンは叔父上との戦で武士勢を破る術を知った。だが我らを防ぐ術は知らん。鷹の仇取ってやろう。皆の仇だ。